リンゴ酢大さじ1杯を毎日飲んだらこうなったという話をしたいと思います。いやー、酢って酸っぱいですよね。もう酸っぱいのはこう顔ですけどね。はい、冗談はともかく、リンゴ酢今とても注目されてるんですよね。実は今ある病気が世の中で問題になってるんですけども、その病気を予防することに役立ってくれるかもしれない、そのような話が出てるんですよね。まあ、リンゴ酢、皆さんもご存知のようにダイエットが有名ですよね。はい、確かにダイエット、これ非常に有効ですよね。まあ、耳が痛い話ですけども、ダイエットをして体重を落とすと健康に関して様々ないい働きを及ぼすことが知られてますが、実はダイエットばかりじゃなくて、このリンゴ酢が今注目されている理由があるんですね。このリンゴ酢、実際飲み続けるとどういう効果があるのか、このチャンネルの特徴といえばリサーチ力なんですが、最新の研究も見つけました。実はリンゴ酢どれぐらい飲めばいいのかというようなことに関してもちゃんと研究があるんですね。この具体的に毎日大さじ1杯と言いましたけれども、ここにも理由があるわけです。リンゴ酢を飲むことにどういう効果が言われているのかとか、その成分とか、あるいは注意すべきこととか、詳しくお話していきたいと思います。このチャンネルでは実際に患者さんを見る臨床経験20年以上の私が最新の情報などをもとに詳しくお伝えしています。今日もちゃんとした研究の裏付けがありますので、ぜひ最後までお気になっていただけたらと思います。それで最初にですね、実は研究がいろいろ出ているのがアップルサイダービネガーに関してなんですね。リンゴ酢とアップルサイダービネガーというものがあります。それでリンゴ酢とアップルサイダービネガーというのは製法が違うわけですね。アップルサイダービネガーというのは自然に発酵させる、そういう製法を使ったのがアップルサイダービネガーです。まずリンゴ酒になって、その後リンゴ酢に自然に変化していくんですね。自然に発酵させるというのがアップルサイダービネガーです。一方でリンゴ酢というものはいろんなものがあって、例えばアルコールなどを加えて発酵させるというような製法のものがあるんですね。それで一つ注目すべき点として、いろんな論文などで言われているのはアップルサイダービネガーの方なんですね。そのため今日のこのお話もアップルサイダービネガーだと思っていただけたらというふうに思います。リンゴ酢とは言いますけれども、そういう背景があるんですね。それを1日大さじ1杯ということで飲んでいくというような話なんですが、まずですね、一体リンゴ酢にはどんな栄養成分が含まれるのか、そこからお話していきたいと思います。どういうものが含まれるかという情報、とても重要ですからね。それでまずリンゴ酢の栄養素はこのような形になります。やはり基本お酢ですから、何か例えばタンパク質とか炭水化物とか、そういうものが豊富に含まれるというようなことではないわけですね。一方で注目していただければと思うんですが、 100g あたりのカリウムが 59mg ということで、これは多い方に入るわけなんですね。そのためカリウムは健康な方にとってみればいい成分ですけども、しかし例えば腎臓が弱っている方だとカリウムの調節がうまくいかなかったりして、高カリウム血症というものを起こしたりします。でカリウムがあまり高くなってくると、まあ、心臓に、まあ、いろんな不整脈を起こしたりするようなことがありますので、腎臓が悪い方とか、あるいは様々な持病によってはカリウム制限がある場合もありますので、自分自身が何か持病があるような方はカリウムの摂取が大丈夫かどうかということを、これは主治医に聞いてみるといいと思いますね。あとは鉄が 0.2mg、 カルシウムが 4mg、 マグネシウムが 4mg ということで、カルシウムとかマグネシウムも他の例えば睡眠の動画などでも解説しましたが、体の中でいろいろ重要な役割を担っている成分なんですけども、そういうものもリンゴ酢の中には、まあ、少量ですが含まれるということになります。鉄も多くないですけど含まれるわけですね。あとビタミンに関してはこちらになります。ビタミン B2、 ナイアシン、ビタミン B6、 ビタミン B12、 パントテン酸などが、まあ、少ないですけれども含まれるということになります。それでリンゴ酢は基本的に成分としては酢ですから、酢といえば酢酸なんですね。で、酢酸の中には酢酸菌がいます。これは成長剤の動画もご覧になっていただきたいんですが、一番重要なのは酢の成分が体の中で力を発揮してくれることなんですね。それではその酢ですけども、酢がどのように働いて、どのような病気を少し予防することに関係してくる可能性があるのかということに話を進めていきましょう。そして病気の他にも、いろんな症状も酢が抑えてくれるのではないかということが言われてますので、そちらに関しても詳しくお話していきたいと思います。でまずですね、一番この効果というものがすごく注目されますけれども、それは
糖尿病の予防に関係しうる可能性があると言われているんですね。それは先ほどもお伝えしたような減量を通してリンゴ酢がうまく働いてくれる可能性があるわけですけども、実は減量だけではなくて、このリンゴ酢自体が2型の糖尿病というものを抑制するようなそういう機能を持っているのではないかという話があります。これは海外の研究論文に記載されていることなんですが、体の中の糖の利用を促進し、そうすると当然血糖が下がるわけですね。あと脂肪を分解すると、そういう働きが示唆されています。また肝臓が糖新生といって糖を産生するんですけども、その生成を抑制したり、あるいは脂肪の生成も抑制するということが言われています。さらにはインスリン分泌の促進にも関係しているのではないかというような話があるんですね。このような様々な糖の代謝に関係するようなそういう働きというのを酢というものが有しているがゆえに、2型の糖尿病を予防することに役立ってくれるのではないかということが言われています。それで現段階で結論は出ていないんですけども、この何年か続いたようなこの環境におけるような性質、あるいは流行ったような病気の性質から糖尿病になりやすくなっている可能性というのが指摘されているんですね。もちろんそれに限らず加齢とともに糖尿病にはなりやすくなるものですから、そういう意味でその糖尿病を退けるということ、これはとても重要ですし、そしてまた糖尿病というのは何が問題かというと、その後にいろんな病気を連れてくることなんですね。もちろん感染症に対して弱くなったりとか、その他の様々な病気の入り口になりうるものですから、これをリンゴ酢が予防する一助となってくれる可能性があるということ、これは注目されるものだと思います。で、二つ目なんですけども、二つ目は、このリンゴ酢が持つ消化器の健康に対しての効果なんですね。これは個人差があるんですけども、酢というものを飲むことによって胃酸の逆流に関してはむしろ抑制的に働くのではないかと、そういう見解があります。逆流性の食道炎などを起こしにくくなるのではないかというようなそういう見解もあるわけなんですね。他にも科学的な証拠というのは限られてますけども、消化不良を改善するような働きもあるのではないかと言われています。総じて満腹感というのを高めて食欲を減らすことで体重の減少、これは最初にもお話しましたような減量の働きもあるのではないかということが言われてますよね。ただいろんな研究的な裏付けというのは必ずしも強固じゃなくて、期待されるものとしてはやはりカロリー摂取量が減って体重減少しやすくなるとは言われてるんですけども、これ必ずしもね、みんながみんなそれで効果があるわけじゃないですし、実際に毎日リンゴ酢を取ってみたというようなそういう記事も実はいろいろ調べましたらあったんですけども、そのライターさんはあまり効果を感じなかったということなんですね。個人差もありますけども、人によってはそのように胃腸に対してプラスの効果というのを与えたりすることで、あるいは空腹感というのを改善することによって、それで過食というのを防いで結果的に体重減少につながる可能性、こういったことが言われています。はい、で、3つ目なんですけども、3つ目、これが特に重要ですよね。はい、もうやはりこの数年である感染症というのが、これがとても心臓の病気のリスクを増やすということが言われています。これはだんだんそういう感染症が変わっていって軽くなっても、それでもまだリスクがあるということが言われているんですね。心臓の血管の病気といえば心筋梗塞ですけども、こういったものは死に直結する非常に危険な病気ですから、心臓病のリスクというのを減らすことはとても重要なんですが、実はこのリンゴ酢、心臓病の抑制にも間接的に働いてくれる可能性が指摘されているんですね。これはどういうことかというと、実はコレステロールの、先ほどもお伝えしたような脂質の代謝に関係しているということが言われているんですね。これは酢が持っている働きです。そうすると血中のコレステロール、中性脂肪、そういったものの水準がですね、レベルが下がることによって、それで心臓病を抑制してくれるのではないかと、そういうことが期待されているということになります。心臓病、非常にこの数年問題になりますから、これもちろんね、個人差がありますし、進めてるわけじゃないんですが、そういう意味でもリンゴ酢のことをいろいろ検討してみるというのは手としてあるのではないかと思います。心臓病のリスクというものを間接的に減らすようなことも期待されていると、そういうことになりますよね。あと4番目なんですけども、4番目はこれは人を対象とした研究で、しっかり確認されたものではないですけれども、もちろん酢酸ですので抗菌活性があって、なので期待の目で見ると感染症に関してもプラスに働いてくれるのではないかと、そういうことが言われていたりもします。しかし重要なのは人の研究でしっかりそれが示されることなので、そういう意味ではまだまだ証拠というのは十分ではありませんが、そういったことも可能性としてないとは言えないのではないかということが言われています。
ただ先ほどお伝えしたような糖尿病とかあるいは心臓に対するものに比べると、まあ、症候の程度というのは、まあ、全体的にね、まあ、症候が他の例えばお茶とかコーヒーとかほど強固にあるわけじゃないんですけども、それに比べると全体的に低いですけども、まあ、そういったさまざまな効果というのが期待されているということになります。あと症状の緩和に関して言うと、喉の痛みに関して効くというような、そういう見解もありますね。ぬるま湯と混合してうがいをすると喉の痛みが和らぐというような、これは科学的な根拠は薄いですけれども、そういったことが一部に行われていたりもするようです。はい、でここから具体的にアップルサイダービネガーに関して世界中のいろんな研究を集めて分析した研究があるんですね。この結果を皆さんにお伝えしたいと思います。この研究結果は非常に注目されますよね。ただ一つ読み方に注意が必要なのは、まあ、これは一つの研究で絶対的な真理が導かれるものではないので、もう絶対にこれが正しい、100% 正しいと信じ込むことも良くないんですね。特に食事は、まあ、実はこれ研究にも表れてるんですけども、過ぎたるは及ばざるがごとしということがありますので、まあ、何事もやりすぎというのは禁物ですから、そこは意識して聞いていただけたらと思います。それを前提の上でお話しますけども、まあ、この研究においては、だいたいコレステロールの値を6下げ、空腹時の血糖は8下げ、ヘモグロビン A1C という糖尿病の一つの指標になる値ですね。これを 0.5 下げるというような、いろんな研究を集めて分析するとその程度の力があるのではないかということが示されたということになるんですね。で、この研究のいいところは、なんと量と時間に関しても検討してるんですね。そうすると非常に注目すべきことが分かりました。まず中性脂肪トリグリセリドに関して言うと、なんと1日アップルサイダービネガーが 15ml 以下だった群で中性脂肪が統計的に意味のある差で低いということが分かったんですね。一方で15を超えた場合というのは、これは統計的に意味のある差というものを検出することができませんでした。そのため実はある程度の量以下、 15ml というのは大さじ1杯ですから、大さじ1杯以下を使った時に中性脂肪に関してはいいというような、そういう結果が出てるんですね。実は総コレステロールに関してもそうで、総コレステロールに関しても1日 15ml 以下を取っている、リンゴ酢をその量以下で取っている方が統計的に意味のある差があってコレステロールが低いということが分かったんですね。しかもコレステロールに関しては8週間を超えると差が出るというようなこと、8週間を超えた時に差というものが検出されています。そのため短い時間やるよりも8週間を超えるような時間継続すると、もしかするとコレステロールが低下することに関係するのではないかというような、そういう指摘になるわけなんですね。あとは健康な人で善玉コレステロールの値が上がったりとか、残念ながらヘモグロビン A1C に関しては統計的に見られる差を検出できなかったんですけども、空腹時の血糖に関しては、まあ、実は糖尿の人じゃなくて健康な人だけで分析すると、健康な人で幾分か空腹時の血糖というのが低いということが分かったんですね。リンゴ酢をしている人で、まあ、少し空腹時の血糖が低いということが分かったということになります。まあ、というわけで、まあ、値を見るとこれはもう例えば薬とかのように劇的に下げるというものではありませんけれども、まあ、しかしある程度ですね、少し血液検査でも変化があるということが検出されたと、そういうことになるんですね。もちろん一つの研究で何とも言えませんが、コレステロールとか糖尿病の人だとコレステロールと中性脂肪を下げるというのがはっきりして、糖尿病の人だけで分析すると分かったんですが、そのように総じて中性脂肪とかコレステロールとか、あとは空腹時の血糖、こういったものを下げる可能性というのが示唆されたということになります。ただ重要なのはやっぱりこの値というよりもどういう病気が抑制されるかということなので、もちろんこういった状態というのが続けば最終的には心臓の病気とか糖尿病とか、それを予防するということが期待はされるわけなんですが、それがちゃんと研究で示されているわけではないというところ、ここには注意が必要です。なのでここは冷静に受け取る必要があるんですけども、8週間を超えるような期間、2ヶ月を超えるような長期に大さじで言えば1杯以下ですね、そういう量を取ることによって、まあ、いろんな血液の値というものが改善し得る可能性がこの研究では示されたということになります。もちろんいろんな研究ね、やって他の研究で違う結果が出たりすることありますので、この結果というのを盲信して、さあ明日からもう一生懸命やるぞってやりすぎも禁物ですけども、ただそういう可能性というのが一応一つの研究では示されていると、そういうことになりますね。で、量の多いと、
まあ、なぜ効果というものがこう今一つのような感じになってしまうのか、これに関してはまあ残念ながらはっきりはしていません。ただやはりね、やっぱり何事も取りすぎというのはよくありませんから、そういう意味で言ったらこの研究のおかげで大さじ1杯以下ということ、それが示されたということはとてもいいことだと思いますよね。もちろん他の研究してみればね、変わるのかもしれませんけどもね。実際なのでこういう研究を、まあ、知ってか、あるいは経験的にか、やはり毎日大さじ1杯程度 15ml が勧められていることが多いですね。内臓脂肪の減少や高めの血圧の低下、そして血糖値上昇の緩和などに役立つと、そういうことが言われてますよね。はい、そんなリンゴ酢ですけども、いくつか注意すべき点もありますので、そこに関しては皆さんにお伝えしたいと思います。これはリンゴ酢に限りませんが、合う合わない、これは必ず誰にもありますので、試してみて調子が悪ければこれはすぐやめた方がいいでしょうね。もちろん主治医や担当医がいる場合はよく相談することも重要です。まあ、特に挙げてきたような利点、例えば胃腸などに対する症状の緩和というのも、人によっては逆効果となる場合もあることが知られてますので、まあ、自分自身の胃腸の症状がもし悪くなるようだったら、もちろんそれは無理に続けたりすることは、これはメリットがないということになりますね。その点は注意が必要です。あと薬でもないですので、薬の代わりに飲むというような、まあ、そういうやり方は妥当とは言えないでしょう。まず酢酸は酸ですから、酸性なんですね。そのため希釈せずに使用すると、歯のエナメル質を傷つけたり、喉を刺激したり、あるいは高濃度だと、もちろん消化器に関しても希釈した濃度だと負荷が少ないんですけども、高濃度だと消化管に不快感を与えたりすることもあるわけですね。重要な点としては、とにかく適切に希釈する、適切に薄めるということですね。希釈することは重要です。歯の腐食にも関係しているということが言われてますので、まあ、特に希釈することは重要です。まあ、人によっては様々な胃腸の症状とか喉の症状とか、まあ、そういったものがむしろ悪くなる場合とかもありますので、あとこれが興味深いんですが、もともとある潰瘍は悪化させる可能性があるんですね。まあ、なので潰瘍をすでに指摘されているような方というのは控えるのが妥当です。もともとない潰瘍というのを発生したりするリスクは、まあ、ないということが言われてるんですけども、まあ、しかしもともとある潰瘍自体は悪化させるということなんですね。まあ、そういった点にも注意が必要ということになります。まあ、何事も過ぎたるは及ばざるが如しですし、あと個人差がとてもありますので、そのことはしっかり理解しておくことが重要だと言えると思います。まあ、そのためリスクを抑えるために、水などで希釈するか、食品やドレッシングに組み込むのが適切ですよね。酢に関しては個人差がこれはすごく大きいんですね。これは私の他の動画にも当てはまりますけども、自分自身が合わないものはいかに健康にいいと言っても、それを無理に取る必要はありません。それが食品の良さでもあるわけですよね。薬だとどうしても、ね、嫌でも飲まなくちゃいけないようなものがあったりする場合ありますけども、健康にいい食材っていうのはいろいろありますので、他でうまく補うこともできますから、自分自身に合わないときは無理しないでやめるということ、これもとても重要ですよね。酢というものを定期的に摂取すると、消化管の問題とか胸焼けを起こしたりする人がいますので、自分自身があまりそういう酢に対して耐性がないのだったら、これは無理をしない方がいいということになります。大さじ1杯でもちょっと辛いんだったら、もちろんそれ半量にするとか、あるいは思い切ってやめて別の食材を考えたりとか、そういうこともあると思いますので、うまくそこはバランスよく考えるということが重要です。食事もバランスよくとることが重要ですけども、考え方をバランスよくするということ、これとても重要ですよね。もう何かに偏りすぎると、いろいろ特に健康に関しては負の影響というのが大きくなりますので、全体の調和を保つこと、これを意識することが重要だと思います。そういう意味では酢だけじゃなくて、当然他の食材も重要になるわけですよね。推奨量に関しては、大さじ1杯程度ですけども、もちろん一つの論文で何とも言えませんから、人によってはもうちょっと取ることで益がある方もいるかもしれませんけども、まあ、そういう場合においても、とにかく最初は少なめの量から始めていくということ、これも有効だと言われています。いきなり健康にたくさんいい影響を与えようと思って、高用量を使うと結局続けられなくなることになりますので、たとえ少量でも続けられた方が、高用量ですぐやめてしまうよりはいいということ。まあ、こういう考え方になりますよね。あと酢も他の薬品などと反応したりする場合がありますので、自分自身が飲んでる薬との飲み合わせに心配だったら、そういうことはちゃんと主治医と相談することが大事だと思います。あと特に腎臓が悪いような人というのは、カリウムがある程度含まれてますので、そこに関しては特に主治医とよく相談することが妥当だと考えます。
あと先ほどもお伝えしたように全体の調和が重要ですから酢だけに頼らないということですよね。リンゴ酢もお伝えしたような様々な糖尿病とかあるいは脂質異常症、心臓病、様々な病気のリスクを下げることに関係してくれる可能性がありますけども、しかしこれ一つだけで改善を求めるというのはこれはやはり無理筋だと思います。全体における、特に栄養バランスですね、三大栄養素、これをしっかりバランスを考えた上でプラスして考えるものだということ、基本は三大栄養素のバランスですから、そこを重視してプラスでということで考えていただくのが妥当だと思います。ちなみにガムの中にアップルサイダービネガーを加えたような製品というのを作って、それで逆流性の食道炎が抑えられたというような、そういう研究もありました。はい、以上のようになります。いろいろね、リンゴ酢さまざまな良い効果というのが可能性が示唆されてはいるということになりますよね。ですので普段の生活のお供にということで考えてみたりするような手もあると思いますし、そしてまたとにかくリンゴ酢にこだわらず、これからの時期というのは特に慢性病というのをしっかり予防することがとても重要です。これは慢性病によって、いろんな悪い結果というのを防ぐ、慢性病によって起こるいろんな結果を防ぐということはもちろんですし、他にも感染症に関しても、感染症で重症化しやすかったりとか、その他の問題を起こしやすくなることからも防いでくれると思いますので、そういう意味でしっかりうまくですね、対策をする一助に、もしこの動画が役立てば幸いです。皆さんが健康のためにしていること、あるいはリンゴ酢すでにやってるというような方があったら、ぜひそのことについてコメント欄に書いていただければと思います。リンゴ酢に限らず皆さんが健康のためにしていることなどありましたら、ぜひコメント欄に書いてください。皆さんの参考にもなると思います。これからも役立つ医学医療情報をお伝えしていきたいと思いますので、顔のところをクリックされてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。緩和ケア早期から。それじゃあ皆さん、また。